こんにちは。のだめ英語バージョン第9巻の中から英語を紹介しますね。69ページです。欄外に書いてあります。のだめレジデンス、のだけと書いてあるんですけれど、のだめの実家、に、こういうふうな感じで書いてあります。レジデンスっていうのは大きな住宅とか邸宅っていう意味です。